あらすじ。ある日突然、ミクさんがマジックをやりたいとおっしゃいました。何かできるのかと伺ってみると、できないよ。できないそうです。仕方がないので、ミクさんにもできそうな、ナポレオンズのあったまぐるぐるを教えてあげました。あ、これなら私にもできそう。ほほう、お手並み拝見といきましょうか。それじゃミクさん、タイトルをお願いします。はいはーい。ん？あ？ミクマジ？始まるよ。始まります。全世界70億人のボーカロイドファンの皆さん、こんにちは。天使の妖精初音ミクでーす。そしてこちらがアシスタントをしてくれるうちの先生でーす。どうもどうも。頭脳は子供、見た目はゆっくり、うつ主です。今日はミクさんと一緒に銀サジ町の野外特設ステージからお送りします。ゆっくり見ていってね。見ていってね。カメラ。あ、ごめんごめん。それにしてもミクさん、はいはい、16歳にもなって自分のこと妖精ってちょっと子供っぽいんじゃない？何この坊主。むかー。で、こんな舞台まで用意しちゃって何をやるのかな？あ、はい、今日はですね、うちの先生が魔法の帽子を用意してくれているそうなので、それを使って皆さんをあっと驚かせるマジックをやろうと思います。私の力をもってすれば、この程度のマジックアイテム作成など造作もない。ああ、先生いい年して独り身だから、自由な時間がいっぱいあるもんね。あのねミクさん、さらっと人の個人情報を暴露するのはやめて。子供っぽい？ミクさんは電子の妖精で世界で一番お姫様です。だからもうひどいこと言うのやめてください。本当お願いします。わかればよろしい。それでは、電子の妖精初音ミクのマジックショー、始まり始まりー。とほほ。ミクマジ？じゃーん、こちらが今日のマジックで使う魔法の帽子でーす。じゃじゃーん。これもかぶると頭がぐるぐる回っちゃいますよ。ぐるぐる。今回はなんと、私が思いっきり放り投げたこの帽子をうちの先生が空中でキャッチします。キャッチします。はぁ、ミクさん何を言って。ほらほら先生、急いで急いで、投げてから取りに行っても間に合わないよ。それじゃ、行きまーす。せーの、それー。問題、時速 150km で強角シータ方向に投擲された物体が投擲の8秒後に着地した。着地点は投擲点から何メートルの距離か。マジカルゆっくりキャッチ。どや。おー、ナイスキャッチ。いやー、それほどでもーって、そういうゲームじゃねえから。これむー、ちゃんとマジックをやりなよ。マジックを。そんなこと言ったら、私だってこうやってペチャクチャと言葉を喋るソフトじゃないんですけど。ちょ、そんな私たちのこれまでの活動を全否定するようなこと。はい、それでは皆さんさようなら。いや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 、終わりにするのやめてくださいね。ダメー。
ダメです。そんな甘えた声出してもダメです。ぜー。もう、ちゃんとやってよミクさん。なんでそうやって、毎回本番で勝手なことすってちょっと、ミクさん聞いてるの？いや、だってさ、このマジック、私の神など真面目にやっても、誰かバレバレなんだもん。あ。ねえ？ところがどっこい。こんなこともあろうかと、帽子を使わなくても首が回る魔法を用意しておいた。は？それー。え？無理無理無理。ジョン、いや、ダメったらダメだよ。そんなことしたら首がもげちゃうよ。大丈夫だ、MMD だから問題ない。いやー、やーれーてー首が首がってちょっと、へ、いや、いつまでバカなことやってんのよ。あいやーやややややや。じゃー。